そう、調子悪いですここ何年かこのコースでは上位に入ってるんですけど、あとまあ今日関西と大会バッティングしてて、いい選手半分ぐらい向こう行ってますので、まあ、今日はランとしても上で走りたいなと。今シーズン走れてないんで、まあ、いいきっかけをつかみたいなと思います。例年よりもそのコーナーとかが増えているので、集団で行った時にその集団の後方の選手がインターバルかかるので、集団になった場合はもう2番手3番手をキープしてストップゴーですか、がないように注意したいです。まあ、小坂選手にまた食らいついて、まあ、集団で最後になった場合はあわよくば勝ちたいと思いますけども、まあ、平坦なんですけども、まあ、仕掛けるタイミングがありましたら、まあ、自分が仕掛けて優勝を勝ち取るような感じで動きたいと思いますけども、まだシクロバイクにも正直ちょっと慣れてなくて、今シーズンは2戦目なので、カテワンで走るのも今日初めてなので、まあ、ちょっとどういったレースになるのかっていうのはちょっとまだわからないんですけども、ストップアンドゴーを繰り返すようなちょっとスピード系のレースになると思いますので、そういった部分で対応できるかなっていう心配は、まあ、ありますね結構ね、小坂さんはじめとする皆さんベテランなので、まあ、様子見ながらですね、チャンスあったら前に行きたいなとは思いますけど、はい。今日は丸山くん、山本くん、あと斉藤くんっていうちょっと未知数のライバルがいるんで、どうなるかって感じです。ストップアンドゴーっていう感じのターンがかなり多くて、まあその分なんか今までよりはちょっと変化があって面白いなとは思いますけど、2週間前っていうことなんで、まあできるだけ追い込んで走りたいと思いますけど、はい。今週実はあんまり乗れてないんですけど、まあでもそんなに調子悪いってわけではないんで、それにまあロードレースに結構近い展開になるかもしれないんで、結構自分的にはいいと思ってるんですけど、とにかくうちの親父と丸山さんについていって、一緒に集団で展開していけば最後スプリントとかで狙えるんじゃないかとかちょっと思ってるんですけど。あとついてけ、ついてけ。グラスのもの